ポプテピピック。さて、今日も対戦やってくわよ。最初の茶番いる？前回は俺主軸の重力展開だったが、今回はツンデツンデ主軸のトリル展開だ。ついに我の番が来たか。存分に暴れさせてもらうぞ。よし、じゃあ先発ポリツーでバトル開始よう。よし、今日も張り切ってバトルやってくぞ。前回は俺主軸の重力展開だったが、今回はツンデツンデ主軸のトリル展開だ。ついに我の番が来たか。存分に暴れさせてもらうぞ。あれ？さっきも同じことやってたような。気のせいだ。相手のパーティー、バシャーモがいないぞ。これなら勝てる。てか地味に新メンバーがいるのね。ああ、最近ズガドーンが育成の仕事で忙しいのでな。今回ウツロイドとアーゴ4に来てもらった。どうも。なぜかユービーパで不当な労働を強いられてます。ポリゴン2です。何も反応がないんだけど。ごめんなさい。私たちまだキャラ付けが決まってないの。裏事情暴露は NG。というわけで、先発はポリゴン2。控えに積んで積んでと、大体全員見れる俺で行くぞ。対戦、よろしく頼む。はい、マンムー。地割れ来ない限り楽勝だね。あなたにしてほしいことは2つよ。1つ目はマンムーの助け潰し。二つ目はトリル展開。毎度毎度重労働をさせられる僕。何か悪いことでもしたのだろうか。してただろ。バカ力持ちとは珍しいね。まあ、余裕なんですけど。うっそ。これでトリル晴れるのがほぼ確実だ。いい滑り出しだぜ。は？やっぱ攻撃下がってるからイカ様全然入らんね。突起を潰せればそれで OK だ。あとは俺とツンデツンデがなんとかする。あ、村っけのやべえやつ来た。安心するといい。我のロックブラストで対処可能。開始と防御が上がらなければ OK だな。そこは運任せだぜ。回避やめて回避やめて回避やめて。まあいいだろう。交代際に地震打たれると死ぬぞ。我を見くびるな。この程度の上昇なら耐えられる。さて、トリルを張ってツンデツンデに繋ぐまでに嫌なところが上がらなければいいか。いつもなら大パン案件だけど、トリックルーム状態なのが救いね。怖いからさっさとツンデツンデに変えよう。ついに我の出番だ。待ちわびたぞ。相手は守るでターン稼ぎね。どうなることやら。やばいって。これ次も守るされるんでしょ？やばくない？回避は問題ない。防御アップが一番まずい。防御アップからの回避レイドクソゲーだけは阻止しなくては。命中か。助かったが、ロックブラストを当てないと負けるぞ。頼んだぜ。こんなところじゃ終われねえ。ミカ、いいぞ。あとは倒し決めれば。我の前に、回避率など無力。なんだったのよ今の流れは。一度やってみたかった。ラストはゲラドスだな。一旦ポリゴン2に戻してトリックルームを張り直そう。でもあんた今回スカーフじゃなかった？ゲラドスが一回マウント抜かれるからな。トリル張った方がいい。なるほどね。まあどっちにせよ有利か。トリックルーム状態の割れで戦場を破壊し、マッシブーンで奇襲する。これぞ、鉄壁のユービーズ。なおその鉄壁、バシャーモで簡単に決壊してしまう模様。知ってるか？レイトってのはバシャーモに当たらないようお祈りするゲームなんだぜ。違うでしょ。てか言う前じゃなくて電磁波なのね。構わん。トリックルームを、俺に回せ。あいあいさ。俺、参上。地震ごときじゃ、俺は倒せないぞ。蚊が刺した程度のダメージだな。それ、君が言うんだ。計算上はスカーフの俺より、一枚ギャラドスの方が早い。トリックルーム上だと逆転するから俺の方が早い。勝ったな。やったぜ。バシャーモさえいなければ、俺たちいい勝負ができるぜ。バシャーモがいなければ。というわけで、お相手の方、大変、感謝だ。2戦目よ。今回はどうしようかしら。俺が先発で相手の異論を突く。そんでもってポリツーをクッションにし、積んで積んでで無双だ。え、
せっかく新メンバーが来たというのに、また僕たちなの？私たち調整中だから、頑張って。アーゴ4に至っては喋ってすらないけど、ボイスが見つからないの。許してあげて。マジ何のために連れてきたんだよ。キサラさん、対戦よろしくお願いするわ。うわぁ、これはよろしくない。え、ランドロスの相手はあんたの得意分野じゃない。どっちかというと月光がトリガードを奇襲して倒したかったんだ。まあいい、ポリプンに下げるか。考えすぎだと思うんだけどな。収録外の試合で似たようなことがあったから警戒してるんだ。トンボ返り、マッシブーン見たら普通の行動だな。ぜひレカー、挑発持ってたら潔く降参しようね。搭載率6割超えてんだけど。無振りドロポンなら耐えれる。まだ終わったわけじゃない。あ、嘘、これは無理だ。まあまあ、トリル晴れたんだしいいでしょ。問題はこの後だ。トリルを張った時点で積んで積んで降臨は読まれてるだろう。ここは俺が盾となる。じゃあ残りのポケモンたちは全部積んで積んでが倒すってことで大丈夫なのかしら。さあ我のターンだ。ハチマキゼイロの火力、見せてやろう。すっげえ火力だな、おい。ぜひ目を倒すとこまで OK だ。問題は3体目。ミニッキュかメタブロスならほぼ勝ち、リガードンなら厳しいってとこかしら。そう簡単に3体目は見せてくれないか。とりあえず一旦僕に下げて。ぶっ込むぞ。は？我は止まるわけにはいかない。たとえ核が入ってもランドロスを倒してみせる。やめろ、早まるな。命は大切にしようよ。この勝負、勝たせてもらう。まさか突破するなんて。やっぱすげえよゼイロボールは。マッシブーン、お前も使えるぞ。誰にも役割持てなそう。ラストはメタブロスね。勝ったわ。最後に我の耐久を見せてからポリプーンに引こう。4倍弱点など、何のその。でもビーストブーストで D 上がってるゲン。上がってなくても耐えてたからセーフ。これで勝ちだね。みんなお疲れ様。今日の収録終了したみたいなんで帰っていいですよ。今のなんなの。いつものパトカーだ。スタンバってたの。今日は全部勝ち試合で調子が良かったな。あれ、そうだっけ。そうだよ。というわけで対戦感謝だ。アルセウスの動画で言ってた、デイリー総選挙の中間発表が出たぞ。ウプ主の推しキャラ、ヘクトルは男性部門1位だな。まあ今回アイクとロイが殿堂入りしてるし、ヘクトル1位は自然な流れよね。この調子で最終結果でも1位を取ってもらいたいものだ。なんか1位になったらウプ主が毎日投稿するらしいし。あ、あの、1週間限定毎日投稿で妥協してくれない？それでも達成できるか危うそうなんだけど。1週間ならできるよ、多分。まあできなかったら2週間毎日投稿してもらうとして、それも全然違うぞ。まずはこれ。もしマッシブーンにメガ進化が実装されるとしたらどのような性能がいいですか？物理技の弱点がなくなる特性遅れ。強すぎでしょ。何落とした？俺は学校落としたぜ。強く生きろ。神王御三家を使ってくれないとポセさんの家が土台トスになり、株がエンペルトになり、ポセさんが豪華ザルになります。お願いします、何でもしますから。家が土台トスはまだいい。株がエンペルトってなんだよ。家土台トスもダメでしょ。一応全員過去動画で使ったことはありますが、まあ出すかどうかは気分次第ということで。ポセさんをポケモンに例えると何ですか？たまたま。のわれてるやつ。ふざけんな。まあ私はやっぱりガードンかな。かっこよくて頼りになって強。今回はここまでだ。みんな、チャンネル登録と Twitter のフォロー、忘れんなよ。それじゃあまた次回ね。ご視聴、ありがとうございました。じゃあな。